近鉄ライナーズ、近鉄ライナーズ、近鉄ライナーズ、近鉄ライナーズは、近畿日本鉄道の実業団ラグビーチームである。ホームグラウンドは、東大阪市花園ラグビー場。愛称の、ライナーズは、近鉄特急、アーバンライナーに由来し、ラグビーでのスピード感と、力強さを表現している。チームマスコットは、アーバンライナーネクストをモチーフとした、トライナーくん。 獲得タイトルは、計11回、日本選手権3回、全国社会人、大会8回を誇る。1947年、昭和22年、第2回国民体育大会関西予選で優勝。金沢で行われた第2回国民体育大会に出場する。当時ステータスの高かった国体に出場できたことは、大変な栄誉であった。 またこの終戦間もない時代の遠征には、物資難、食糧難、資金難など幾多の困難があったが、OB や社員の協力で参加することができた。1948年度の第1回全国社会人ラグビーフットボール大会、各地域リーグの上位チームによるトーナメント以下全国社会人大会に出場。しかし決勝で、 九州代表のハイタンダンに3から57と大敗し準優勝に終わる。その後も八幡製鉄等の台頭により優勝を争える力がありながらなかなか頂点には届かなかった。加えて1952年度については全国社会人大会の出場を逃した。そこで近鉄の選手として初めて日本代表選手となった中島義信が 同年度限りで現役を引退するとともに、翌年度シーズンより監督に就任することになった。すると、1953年度に、九州電力と、両チーム優勝の形で、初優勝。宿敵、八幡製鉄が、九州電力に、地区予選で敗れ出場を逃したということがあったとは、いえ、悲願の、日本一を果たした。以後、中島が、監督時代に、近鉄は、 同大会で5回の優勝を果たすことになる。また、1956年に九州電力を決勝で破って、第1回大会以来続いていた九州勢の連続優勝を途絶えさせた。これ以後も合わせて、第27回大会までに優勝8回、準優勝9回に輝いている。特に、八幡製鉄とは、 全国社会人大会で1951年度から1968年度まで実に12回対戦。内決勝戦では8回かを合わせ、社会人チームの2強の一角としても長らく、君臨した。戦績は、近鉄の2勝10敗。うち、決勝は1勝7敗と大変分が悪く、加えて1958年度は、決勝で、1968年度は準決勝で、 それぞれ8万に敗れて、同大会3連覇を阻止された。1956年度の第9回大会では1回戦から決勝までの全4試合全てを無失点で優勝し、完全シャットアウト優勝と言われた。この記録は、以後一度も塗り替えられることはなかった。また、同大会では、全55回のうち53回出場及び50年連続出場という、 異業を成し遂げたことも有名である。1958年度から始まった関西、社会人リーグの設立時のメンバーチームで、第1回大会から11連覇、経営16回優勝しているトップウエストを除く。1961年度には、日本選手権の前身である NHK 杯に出場し準優勝した。1966年度、 1967年度、1974年度には日本選手権で優勝している。なお、1969年度、1970年1月は全国社会人大会で優勝し、第7回日本選手権の出場権を得たが出場を辞退した。この年の日本選手権は、台湾国での第2回アジア選手権と日程が重複していた。 多数の日本代表選手を排出していた関西、社会人 A リーグは事前に全7チームの監督名で、日本協会へ日本選手権の日程変更を申し入れていた。しかし、大学の試験時期でもあり、日本協会は日程変更をせず、全国社会人大会優勝の近鉄はもちろん、準優勝のトヨタ事項、3位の三菱事項京都らは、関西勢の総意として棄権した。 そのため日本協会は3位の富士鉄釜石、後の新日鉄釜石に出場を打診し、富士鉄釜石もこれを了承し、日本選手権に出場した。1974年度の日本選手権優勝を、最後に、坂田義弘、玄関祭ラグビーフットボール協会会長、小笠原博元ワールド監督らの日本代表経験を持つ、選手らが引退し、 さらに1976年度シーズン後に、今里良造、元日本代表監督、元金鉄ライナーズ部長や原進む、後のプロレスラー、アシュラ、原も、現役引退。その後若返りを図ったが、強化は思うようにいかなかった。1977年度と1988年度に、関西社会人 A リーグで優勝。その後も A リーグに残留し、 全国社会人大会の連続出場記録を更新するものの目立った成績は上げられなかった。2003年度からスタートしたジャパンラグビートップリーグに参加し、これによりライナーズの相性が定められる。2003年度のリーグ戦では3勝8敗で12、チーム中10位に終わり入れ替え戦に書いたが、九州電力に47の24で勝って降格を免れた。 ところが、翌2004年度は2勝9敗で12チーム中11位に終わり、大会規定によりトップウエスト A リーグに自動降格した。チームはこれまで企業の福利構成を目的とした部活の一環として経営してきた2005年度からは企業のシンボルスポーツとしての独立組織に一新させる方針で運営予算も増額された。また責任者として OB の今里良造、元日本代表、元近鉄監督、元日本代表監督を抜擢した。その2005年度は、トップウエスト A リーグで7戦全勝で優勝し、チャレンジマッチ、トップイーストトップウエストトップ九州の3地域の代表による順位決定戦に進出。3チーム中2くらいまでに入れば、翌2006年度からトップリーグが14チームに拡大されるため、 自動昇格による復帰を果たすことができたが、日本 IBM ビッグブルーに0から39、コカ・コーラウエストジャパンに12の15と連敗し、入れ替え戦でもトップリーグで全敗した、福岡サニックスブルースに20の46で敗れ、復帰を果たせなかった。2006年度はトップエスト A リーグを2連覇でチャレンジマッチに再挑戦。自動昇格をかけた。 三菱重工相模原との最終戦で31の32の僅差で敗れ自動昇格を逃すどころか、その後行われた IBM との入れ替え戦でも終盤間際に同点に追いつかれた29から29。この場合、大会規定でトップリーグのチームが残留するため、近鉄は2年連続してトップリーグへの復帰を果てがなかった。年度のトップエスト A では、 上位3強プレイオフ制度があり、3位内に入ればチャレンジマッチ出場をかけたプレイオフに出られるが、この年はトップリーグから降格したワールドファイティングブルと、ホンダヒートに敗れたのが、たたりレギュラーリーグ3位で消化、勝過,過労じてプレイオフ進出を決めた。その後行われたプレイオフでホンダ、ワールドを撃破してトップウエスト1位となり、 チャレンジマッチ1に出場する権利を得た。チャレンジマッチでは、松田ブルーズーマーズと横川電機に解消して1位でトップリーグ復帰を決めた。また33年ぶりに日本選手権に出場し1回戦で、慶応義塾大学を破ったが準々決勝で、トヨタ自動車に大接戦の末敗れた。2008年度は、ピータースローンをヘッドコーチに招聘し、 トップリーグでは復帰チームながら開幕に連勝、上位チームには勝てなかったが前線しボーナスポイントを獲得した。下位チームには確実に勝ち、2試合を残して自動降格は回避。また最終節を待たずに10位以上が決定し、入れ替え戦も回避して残留を決定した。最終順位は14チーム中9位であったが、復帰1年目としては合成席であった。 2009年度は、さらなるステップを目指し、大西翔太郎、高太田信、伊藤太志新、田中正恒など、関西出身の実力者を補強。さらにレオン・マクドナルドというビッグネームの補強もあったが、負傷者とコンビネーション不足などがあり、11位となり、入れ替え戦に回った。しかし、入れ替え戦では横川に勝ち、トップリーグ残留を決めた。2010年度は、 リコギアが加入、またコンビネーションも向上し、しばらく勝てなかった神戸聖鋼やトヨタを破るという、金星を挙げた。最終順位は、トップリーグ歴代最高体の9位であった。なお、ピータースローンヘッドコーチの契約満了に伴い、前田隆介コーチが2011年度より監督に就任することになった。その2011年度は、開幕3減少などの快進撃で、チームとしては、 トップリーグで最高位の5位に食い込んだ。翌2012年度は、11チームとの対戦で、取りこぼしが多く7位で終了した。トップリーグが2ステージ制のリーグ戦になった2013年度は、ファーストステージは負け越し6位に入り、セカンドステージは勝ち越して2位に入り、総合順位は10位だった。翌2014年度は、勝ち越しも5位に入り、セカンドステージは勝ち越して4位に入り、 総合順位は12位だった。2016年3月には、前田隆介監督の退任に伴い坪井明が監督に就任した。しかし2017年度は最終順位で16位、最下位となり、トップチャレンジリーグへ自動降格となった。2018年はトップチャレンジリーグで3位となり、入れ替え戦に出場したが、昨日レッドドルフィンズに敗れ一気での昇格にはならなかった。 レファレンス、太字は今年からの新加入選手。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。